ドバトル。今回はバトル時の実際のパワーウェイトレシオを出すために体重測定。ここで嬉しくないトップに躍り出たのは多い。ちなみに副編本田は計測不能でベイルサイド状態。チーム400は嘘じゃなかったのね。どうしようお前。さらに車重のデータも計測したところで、担当ドライバーによるタイムアタック。前日までぐずついていた空も幸い晴れ渡り、路面は完全ドライ。ドライバー、そしてコース、最高のスーパーバトルが期待できる条件はこれで全て揃ったわけだ。今回のスターティンググリッドは04タイム、実パワーウェイトレシオ、そしてタイムアタックの順位を集計。トータル順位の低い順に並べることにした。順位集計の結果、スターティンググリッドが決定。さあ、フォーメーションラップだ。表面をきれいにしとこう、タイヤ。最近スプリントのスタートっていうのをやってないからドキドキするな、こういうの。なんかみんなすごいな。バトルは7ラップ勝負。電車グリッドに帰ってきた。ローブーストで行こう。シグナルがついた。スタート。黒沢456、いいスタート。後方からスタートの清水ルーフもジャンプアップ。土屋ベイルサイドが遅れたか。やられた。やっぱり4500で、まあしょうがねえな。ハイブースト。巨大なウイングの2台はまだ7、8番手。さあ、どうやって上がっていくのか。ほら、来るんじゃない、来るんじゃない。トップは黒沢456。後ろがごたついているうちに逃げる作戦だ。危ない危ない、ほら、ああ高い車なんだから。バックストレート、スズキ F40、 中谷 NSX をパス。2目に入った。あ、シフトミス。オイポルシェ2位浮上。手こずってるね。スズキ F40、 今度は服部バイパーに襲いかかる。おと、土屋ベイルサイド、コーナリングで NSXR に負けていない。この対決はシビアになりそうだ。一方、ガンさんは超真剣の無言ドライブ。
まさか勝とうなんて思ってるんじゃ。さあみんな、極悪攻撃に気をつけろ。この車幅が広くて、ガンさんに負けるわけいかないでしょう。こんなにオーバーだったら抜かれちゃうよ。うひゃワイパー動かしてるよ。あ、これ違う、ウォッシャーじゃないよ、これ間違えてワイパーするサイズ。あ、これ違う。バトルは4ラップ。ようやくスズキ F40 が上がってきた。その後ろでは3台が4位争い。怖いよ。実はミラーが何も見えねえんだ。ついに黒沢456が捕まった。F40 が来たか。仲のいいおじさんたちでした。その後ろではドリドリがコースアウト。あー怖かった。危ない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 。おい、あの親父大丈夫か。なんかポルシェみたいな跳ねつけた。なんか親父危ねえぞ。こいつダートでやってるぞ、こんなでっかい車で。ああ、これでもリアロックしてる。おっと、清水ルーフブレーキトラブルか。不満ないよ。立ち上がりでみんなに置いてかれちゃうよ。どんどんその分離れていってるね。あ、友達になってくれるのは服部ぐらいかな。余裕のスズキ F40 はガンさんを追っかけチェック。その後方では中谷 NSX が多いポルシェに仕掛けた。うひゃ、全然進入が違う。怖いよ。リアが、前はシャープだけどリアは鈍感。翔さん遠慮してますよ、随分。いいんですよ、抜いちゃって。いきなりパワーが出てくるから怖いんだよ。F40 が遊んでいる隙をついて NSX がいった。
やだよ。中谷 NSX のプレッシャーにようやく本気を出した鈴木 F40。 おっと、多いポルシェ危ない。ガンさん、こらこの車でじゃ最高に頑張ってるな。ベイルサイドもスパートをかけ始めた。最終コーナー、一気に黒沢456にも仕掛ける。おたない、うわやろブレーキに問題が出たものの、強烈な加速で服部バイパーをパス。コーナー遅いな、これ。ああ、危ない危ない。他のホルツも。さあ、ファイナルラップ。黒沢456と大井ポルシェはまだ4位争い中、サイドバイサイド。うと、また危ない。おい、押さえてね。中谷 NSX 勝負に出た。ギアがちゃんと入ればね。ぐにゃぐにゃしてきたね。熱が上がってくるとダメなんだね。ここまで来ればなんとか4番でゴールしたい。この車で4番じゃ最高だぞ。くそー、最終コーナー勝負。おい、抜けるか。さあ、チェッカー。トップは鈴木 F40、 続いて NSX ベイルサイドの日本車勢。ガンさんは極悪ブロックで4位をキープ。悔しい多いポルシェだが、なんとルーフの前でゴール。気になる清水ルーフはなんとリアブレーキの付け間違い。清水さん、ルーフファンの皆さん、大変すみませんでした。強烈なブロック、スタートのミスやの、やってオイルスピン456で4番は立派だろ。そうだよね、あら立派。結構いろんな F40 に乗られてますよねそうですね、なんかどういうのか。でも僕はなんか F40 っていうのはこう確かにレベル的には高いけど、Cカーの延長みたいな気がして、はいはい、僕なんか Cカーも嫌というほど乗ってるからむしろやっぱり456なんかの方が、本当は今日だから456乗ってみたかった。逆にシーカー体験ができるぞと。そう、ガンさんにシーカー体験していただいてシーカー体験ですね。一発最終コーナーで4周目5周目で K1 が来たのをブロックしてやろうかなと思ったけども、もうコーナー入ってたんでね、まあしょうがない。あれ避けたらんで元のラインに復帰するまでがあれが唯一のミスかなでもあの車にしちゃ本当ガンさん立派だったよ。関東省譲ってやろうかな、最終コーナー譲ってやろうかな、こんなになってたのか、あれって譲るって言うんですか。ベルサイドのスープラなんだけれども、あ、まあなんかコンプリートで900万ということで、どっちかって言ったらまっすぐなところでは最高にいいかな。まあ最高にいいって言っても、そのあとはもう少し詰めていかなきゃいけないのが、シフトアップしていっても7000まで引っ張ってシフトアップして5500まで落ちる。その5500からトルクバンドが出るまでにまだちょっと1秒ぐらいのタイムラグがあるから、そこですごい無駄がある。だからやっぱりでっかいタービンっていうのは考えもんかなって。もうちょっと日本の道は扱いやすいタービンでポン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 出るパワーの方がいいかなって感じがしましたけど、まあまとまりとしてはすごくトータルバランスの高い車ですね。普通のチューニングカーなんかこれ持ってきたら多分壊れちゃいます。
まあ、NSX-R は富士で勝負したら一番ビリでしょうけども、まあね、ただもう3000もニューツーリングも後ろから煽られる車ばっかりで、俺も速いエンジンの車に一回乗ってみたいんですけど。なんでも全然速くなるんですか。いや、だからストレート遅いからね、エンジンの速い車で前の車をストレートで見てみたい。エンジン速くてもね、やっぱついてくもんがついてこないと難しいよね。なんか今日のルーフっていうのは最高速仕様のナローボディ使ってるんで、多分大井君のポルシェでストレート狭いのね。だからコーナリング性能っていうのはもうそういう意味で、じゃあ僕のポルシェの方がすごいってことですか。あれにルーフのエンジンが乗っければね。あのパワーを残念ながら全く生かしきれてないリア、だからなんでトヨタがあのトラクションコントロールに力入れるのか分かるような気がするんだけどね。攻めるな。でトラコンに関して言えばヨーロッパ仕様よりもやっぱり日本仕様は全然いい。じゃあなトラコン以外は、てか日本仕様よりもヨーロッパ仕様がいいところっていうのは、だから回答性はいいみたい。でも結構気にしてる。いや大好き俺。もう俺ちょっと今日はすごい検討したと思いますよ、この車で。買うよ。すごいことはさ、このベストモータリングのバトルね、スーパーバトルっていうものにさ、アメ車が出てきたってことはすごいことだよ。これは今までね、アメ車が出てきたことはないんだから。今回もその輝きを十分に見せてくれた世界のスーパースポーツたち、会うたびに新しい魅力を発見できるヨーロピアンスポーツ、そして抜群の存在感のバイパー、ラップタイムだけでは測れない強烈な個性が僕らを高ぶらせ酔わせてくれた。